この番組はサラダコスモ、チコリムラ、その他ご覧の各社の提供でお送りいたします。では最初のコーナーは健康あんじゃない体操のコーナーです。テレビの前の皆さんもぜひご一緒にどうぞ。それでは VTR スタート。皆さんこんばんは、田口治虫でございます。先週お送りしましたリレーフォーライフジャパンエナという特別番組をお送りしたわけなんですけれども、関係者の方には、中身がねどういうイベントであるかということが、分かっていたとは思うんですけれども、一般の、このテレビ YouTube をご覧になった方から何をやっているのか何を言っているのかよくわからないと、何のためのリレーなのかと、番組内で説明したわけですけども、再度説明させていただく必要があるかなと思いまして、私は別にそのリレーフォーライフジャパンのそのエナのね、実行委員ではありませんけれども、ホームページなどをね、こう紐解いていって、この番組なりに説明させていただくこう義務があるんでないかと思いましたので、今回はその説明から始めさせていただきたいと思います。リレーフォーライフとは、これホームページによりますと、リレーフォーライフとは、がん患者さんやそのご家族を支援し、地域全体でがんと向き合い、がん制圧を目指します。1年を通じて取り組むチャリティー活動です。ということが、歌ってあります。では具体的に何をするかということについてですけれども、これは先週の番組でもお送りしましたが、1985年ですね。今から約40年ほど前にアメリカで始まったイベント、アメリカのあるお医者さんが24時間ぶっ通してね、走るということでチャリティーを行うという、
ね、まあ日本でもそういったね、24時間走ってチャリティーという番組もありますけれども、まあ、要するにがん患者の皆さんあるいはご家族の皆さんは、まあ、24時間四六時中、まあ、がんと向き合っていると。だからまあその24時間ね、みんなでそのがんについて考えて、そしてできればがんを制圧、ね、撲滅して、あるいはがんになっても、まあ、その治療方法を確立し、そしてまあがんになってもこう生きる希望を失わないというかね、そういうことをまあ目指して、取り組んでいる活動という、そして、まあ、それにはどうしてもね先立つものが必要なので、まあチャリティー寄付を募るというね、そういうイベントが、まあ、全世界的に行われて、そして日本でも行われて、それが、今度10月の5日に江那市で開催されるということであります。まあそうは言いましてもね、お前の話はわからんとおっしゃる方もいらっしゃると思いますので、まあそういう方のためにこう QR コードがね、こう出てますので、そこをアクセスしていただいて、リレーフォーライフジャパンのホームページを開いていただくと、さらに詳しくわかるというふうになっておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、今日はね、先週の番組の続きをお送りしたいと思います。それではどうぞ。無作苦笑とか2人でね、すいません、もう本当どうなのかということになりますが、はい、自己紹介どうぞ。あ、はい、江那市明智町の、近松武史と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。近松さんは、お仕事は何をされている方なんですか？まあ、地域密着の金融機関で働いてます。はい、地域密着の金融機関。はいはい、儲かる話があったら教えてください。さて、はい、近松さんがリレーフォーライフジャパンエナに、関わってらっしゃる、その理由というかね、それはどんな感じでこう関わってらっしゃるんですかね。そうですね、まあ、いろんな理由はあるんですけど、まあ江那市に、まあ、いろいろ貢献をしているので、まあその一端と言いますかっていうのはありますし、割とこう一昨年ぐらいの同級生のが癌で亡くなってたりとか、はい、30歳ぐらいの頃にも友人が癌で亡くなったりしましたので、うん、まあ、この癌っていう病は割と早期発見でこう防げる、うん、ところもあるので、うん、まあまあそういったの知識を持ってもらえる人が一人でも増えるといいなと、はい、まあ、そんな気持ちでやっています。はい、ありがとうございます。はい、ということで近松さんは、まあ、そういった、割と親しい方あるいは近しい方が、まあ、がんでお亡くなりになったという経験をお持ちということで。そうですね、ね、それで今回のリレーフォーライフジャパンエナの中ではどんなような、役割というかやってらっしゃるんですかね。まあ、僕は役割的には金融機関ということで、まあ、会計だったりとか、はいはい、あるいはこう、ルミナリエの、はい、こうルミナリエの中に、はい、こうホープっていう、はい、さっきご紹介いただいた、はい、灯籠のようなバッグで、はい、ホープっていう文字を作る、はい、こちらですね。あ、はい、これでホープっていう、はい、文字を作る、はい、まあ、それをこう皆さんに楽しんでいただけるように、まあ、どんなような工夫をすればいいかとか、はい、まあ、そんなようなことをさせていただいてます。これくれぐれもお土産ではないですよね。はい、お土産ではないです。これお土産ではない、お土産ではないです。これね、お土産ではないということで、ご寄付をよろしくお願いします。そこら辺お間違いないということでね、はい、先ほどね一部なんか誤った情報がね、はい、伝わりましたのでね、ご寄付でございます。はい、ということでよろしくお願いいたします。はい、ね、軌道修正してね。はい、そうですか。ちなみに明智にお住まいで、ね、ええ、江那市に貢献してらっしゃるということで、ええ、ね、いろいろと幅広くいろいろと活動してらっしゃいますよね。そんなこともないですよ。できる範囲そんな、はい、できる範囲でもう精一杯、自分でね、はい、そうなんですよ、はい、私は江那市にとかね、はい、できる範囲でそんなこと言ってるやつが一番怪しい、はい、ね、そういうのが一番怪しいね。できる範囲精一杯ちょっと謙遜しながらね、はい、やらせていただきますね。はい、はい、今回の、
リレーフォーライフジャパンは、実はね、こうホームページを見ていただくと、この寄付のお願いというのがありまして、ね、それでどうなってるかっていうと、寄付のお願いが出ますかね。なかなか出そうで出ないんですけど、どんなような形で使われるかということで、鷲尾先生にもちょっと登場していただいてね。はい、じゃあ、はい、入りましたね。はい、ということで、どんなような感じで、これは寄付は、はい、そうですね、今回、エナは初開催なので、はい、私たちは、地域の皆さんにこの活動を知っていただくということが一番の目標なんで、まあ、寄付はこのイベントが行われるもとはその、がんの治療に当たっている医師が寄付を呼びかけたっていうところからなんで、まあ、今でもあくまでも、寄付というのは非常に大事な役割なんですけども、まあ、今回に関してはなんでしょうね、それ以上に、まあ、寄付は大事だけど、それ以上に皆さんにこのイベント、この活動を知っていただくということが大事だなと思っていまして、実は私は、まあ、さっきもちょっと言ったかもしれませんけど、がんの診療に、もう大学を卒業して医師になった時からずっと関わっているので、もう相当長い年月なんですけど、日本にこのリレーフォーライフが上陸したのが2007年なんですけど、まあ、その頃もう病院で外科医として勤務してたんですけど、リレーフォーライフ全然実は知らなくて、まあ、これ今では非常になんか恥ずかしいことだなと思うんですけど、もう本当にこの、まだ10年も経ってないぐらいに初めてこの活動があるということを知ったんですね。だからあんまりこう十分にこんなに全国で行われてるのになぜかあんまりこう知られてないというのは非常にまあ残念なことだなと思うので、まあ、ぜひ皆さんにまずはこう知っていただく、でこれはさっきも言いましたけど、その何かを読んで、あ、こういうイベントなんだって思うんじゃなくて、実際来てその空気を一緒に感じていただくと、なんかその良さが伝わっていくので、まあ、6時間のイベントなんですけど、ちょっとこうでも来ていただいて、このルミナリエに込められたメッセージを読むとか、誰かと何か話すとか、あとこの素晴らしい音楽を準備してるんですけど、ちょっと聞いて心に響くみたいな、なんか何かでこのリレーフォーライフという活動を身近に知っていただきたいなというものをまあ第一にと思っているんですけど、でまあ寄付はやっぱりどうしてもこのイベントの趣旨なんで知っていただいた方がいいんですけど、このホームページに書いてありますけど、はい、そうですね、3つ一応ここにね、挙げてありますね。そうですね、はい、で対がん協会、日本対がん協会というのはこれも何ですかね、まあ、がんと戦う医療者、あるいはこのサバイバー、こういう人たちがを支援する公的な団体でも歴史もあるものなんで、それも皆さん検診を受けましょうとか、コロナになっても検診は大事ですよとかいう広報をご覧になっていると思うんですけど、今日も検診受けましょうっていうポスターをちょっと他の場所で紹介してきたんですけど、そういう活動を行っている団体でして、そこへ寄付をするというとどういうことに使われるかというと、まあ、いくつかあるんですけど、一つはがんの研究とか、これはまあ診断治療、それから、さっきちょっと紹介していただいたんですけど、そのがんになっても仕事を続けられるようにしようとか、そういうサポートの点のような、そういうところの研究に寄付をして、その発展を、まあ、まさにこれはがんを撲滅するという目標に対して直接皆さん、私たちの寄付が役立てられるというのが一つです。
で、それから今対がん協会でがんの無料相談電話というのを運営されていて、これはどの人でも予約なしに、いきなり電話をしてがんの相談ができる。で、これ医療者詳しい人が電話に出るというふうになものを運営されてるんですけど、そこに対してその運営資金として寄付をする。で、あとこの、ですね、若手医師育成というのがあって、これは医師を海外の、研究機関とか医療機関に派遣をして、するその助けにするというもので、これはすぐに成果が出るわけじゃないんですけど、その人がこう日本を引っ張るようながんの治療とか研究をする人になって、日本に帰ってくる、帰ってきてからそういう人になるというところの、こう第一歩といいますか、大きな推進力になるものですから、それを対がん協会を通じて応援する。で、これ私も感覚としてはがんの治療とか研究というのはその莫大なお金がかかる。そんな個人がこうなんかちょっと寄付しても何も変わらないんじゃないかと思ってたんですけど、やっぱりそういう多くの人が参加することによって集まって、でその、この対がん協会からの寄付っていうのは研究費の中で あんまりその使い道の縛りがこのすごくこう狭められてないものなので、なんかその研究には実際にはもっとたくさんのお金がいるんですけど、あとちょっとあればこれが分かるのにっていうところに使われてるんですね。だから非常にそういう意味で金額としては別にその何か変える、それだけで何か変わるっていうほどの規模じゃないんですけど、それがあればこう大きな一歩が前進するかもしれないっていう、それ大事なところに使われてるので、この寄付っていうのは本当に小さな額なんですけど、集まってそういうところに使われています。で、リレーの活動を理解された方は次のステップとして何かこう自分がこのがん制圧のために何かできるんじゃないかというところでちょっと考えていただけるといいかなと。それが、それは別に気の毒な人を助けるという意味じゃなくて、それでがんというものがもし本当になくなってしまえば自分ががんで苦しむこともないんで、まさに栗田さんがさっき言ってた自分ごとであるんですね。そのがんは関係ないっていう人なんかもう誰もいないので、だから それがこう貢献したことがまたいつか自分に返ってくるというので、自分のためにやってるんだなっていうふうに感じていただけるといいかなと思います。はい、はい、ということで、このね、リレーフォーライフジャパンエナのこの寄付は、今ね、ちょっと出しますけどね、こういうホームページを見ていただくと、対がん協会で、で、寄付の使い道ということで、ここには3つ書いてありますね。がんの無料相談、あるいは、プロジェクト未来というね、そして、若手医師育成ということで、それぞれ YouTube のね、映像もありますけども、がん患者の支援とがん制圧ということで、ちょっと基本的なことを伺いたいんですけども、がんって、人間生きてる以上老化してくると、がんって老化じゃなくても、遺伝子的に できちゃうものなんですよね。ラッキーにできない人もいるかもしれないけど、そうですね、できちゃうんですよね。偶然が重なって、がんできますので、これ誰にでも起こりうる、それをまずは、なくすというか、全く本当に制圧抑制ゼロにすること難しいけど、なっちゃっても、いわゆる早期発見早期治療とか言いますけど、そういう形で一昔前、あるいはずっと昔よりは、なってもまだ全然それで人生終わりじゃないですよねって感じですよね。そうですね、このがん制圧の究極の目標は、がんというもの自体をもうどんながんでも治療ができるっていうふうにしていくことだと思うんですけど、それはなかなか道のりとしてはまだ遠い。で、その中においては、少しでもその治療の効果が高まっていけば、そのがんで苦しむ人は少なくなるわけですし、もっと言えば治らなかったとしても、そのがんとともに生きていく
のが、その生きていきやすいこう社会になるとか、このエナって地域がそういう社会になれば、がん、まあ、がんは治らないんだけど、がんで苦しむ人っていうのはいなくなるようにすることができると思うんですね。うん、それをみんなで目指している。はい、うん、チャットがね、今ね、来てまして、あ、及川亮さんありがとうございます。現在、ぬくたカフェ中津が、あ、ぬくたカフェ、淡路先生もかかってらっしゃいますね、多分ね。いわゆるがんサバイバーというかね、の皆さん方で集まって、毎月、常連で参加していますと。うん、もしよかったら、ぬくたカフェ中津川でも、確か水溜りでもやってらっしゃいますね、これね。そうですね。はい。で、インフォメーション、しに来てくださいと。直近の開催は9月21日土曜日、9月21日って、あれ今度の土曜日じゃないですか。今度の、ね、場所は中津川、人町テラス2階の活動室201ですということで、ぜひね、うん、そんな場所にもね、こういった活動をしていただくということでね、やっていただくと。ところで、近本さん、はい、そろそろ出番ですけど、では、はい、ちょっとか終わったかなと。いや、終わってないです。まだこれからですから、ね。これからですか。これからですから、はい、ちょっと語っていただいて。語っていただいて、はい、ちょっと、はい、なんか、自分の思いとか、はい、なんか何でもいいですよ。ちょっと打ち合わせないので、はい、段取りがないんですけど。いや、ちょっと、はい、カツ丼の。あ、カツ丼、あ、そうですね。あ、カツ丼ね、そう。カツ丼、さっきのカツ丼のなんかケーキ、何でしたっけ、カツ丼のケーキって何でしたっけ。あ、カツ丼。おうちのカツ丼、どうぞ。あ、そうですね、カツ丼。いや、ちょっと私が、今から14年前にですね、15年くらい前かに、はい、結婚式を挙げた時に、はい、こうウェディングケーキを、はい、カツ丼風にこうアレンジしていただいて、なんでどうして、お互いの両親をちょっとサプライズしたいねという意味を込めてですね、はい、させていただいたっていう理由なんですけど、はい、あ、この農地のカツ丼、あ、そうです、そうです。なんか農地のカツ丼じゃないとダメだったんですか。いや、なことないんですけど、エナにはもうちょっと違うカツ丼の店もあるんですけど、あ、僕妻の実家なんですよ。あ、はい、あ、そう、それ言わないと意味わかんないですね。あ、はい、農地のね、はい、そうです、そうです。あ、娘さんが、近本さんの奥様。あ、そうです、そうです。はい。それはないと意味わかんないですよね。そう。はい。なんか、単なるカツ丼好きの、カツ丼好きの お兄さんが、そうです、感じになっちゃうんですけどね。あ、そうですか。じゃあ、鷲田先生がちょっと抜けちゃったので、はい、ちょっと、もうちょっとこっちやっていただくと、そうすると、こうね、画面の収まりがいいようなね。あ、そうそう。あ、ちょっと待ってね。これ何かであれですか、何かに載ったんですか、これ、はい、はい、結婚式場の開放誌、はい、開放誌に、はい、1号目に載ったんですけども、それを私が文章を書かせていただきました。ありがとうございました。全然知らなかった。あれ、俺この子見たことあるな。二章さんでしょ。そうです、そうです。いや、あんまり、まあいいや、いや、なんで知っとるんやろ、まあいいわ。そう、山岡ね、山岡も詳しいんです。いいんですけど。ありがとうございます。そうですか。はい、ちょっと個人情報になるんですけど、近本さん、ね、ご年齢伺ってもいいですか。あ、僕43になります、もうすぐ。はい。奥様は、妻一つ下なんで42ぐらいですよね。はい、今年2ですね。ですよね。はい、めちゃ知ってます。めちゃ知ってます。いや、もういいんですけど、はい、ええ。そうですか。ね、割と、農地の活動ね、僕も小学校の時に、実はまあ、自分の話になっちゃいますけど、僕の母は山岡小学校に勤めたことありまして。あ、そうだったんですね。それで昔はね、日曜日とか日直だったんですよ。そうするとね、小学生のね、この私はね、一緒についていくって言われて、ええ、休日の学校って楽しいですよ。ええ、もういろいろね、遊びたい放題ですから。なるほど。もう他のね、僕岩村なんですけど、山岡の小学校をね、もう徘徊して、もういろいろ音楽室から、ええ、理科室から図工室からね、遊びたい放題で、ええ、ね。で、お昼になると農地の活動をね、こう取って、ええ、食べてというね、そういう小学校ね、確か3、うん、
3年生ぐらいまではなんかそんな方法がありますよ。で、農地の活動、今食べてもあの50年前の味、そう変わってない。ありがとうございます。ちょっとカツが薄くなったかもしれないっていう。まあ、それいいんですけど、はい、もうちょっと 豚肉はね、ちょっとね、今高いのでね。はい。ってことありますけど、まあ、あ、そういうことで、あの、農地のカツ丼がそのケーキになってたというね。それとリレーフォーライフジャパンへのどう関わりがあるんですかね。ですね、はい、あの、リレーフォーライフジャパンは、はいはい、まあ、先ほどもちょっとね、あの、インスタの方で、ちょっと募金をっていうお話をさせていただいたんですけど、はいはい、あの、まあ、ご寄付っていうのに、はい、まあ、鷲津先生からお話があったように、まあ、すごくこう大切にしている活動なので、飲食店だったりとか、まあ、いろんなお店にこう募金箱を置かせていただいて、まあ、それこそ先ほどのね、ご紹介いただいた、はい、あの3つの使い道の一助になればという形で置かせていただいてます。そうなんですね。はい、やっぱり農地さんいいですよね。お客さんいっぱい来るし。そうです ね, ね、あの、あまり極楽食堂にね、募金箱置いといてもね、あまり意味がないです。いやいやいや、もうあまり人来ないので。いや、でもね、てさん、ぬくたカフェ気になってました。あ、ぜひね、一度ね、うん、はい、よかったら、はい、ぬくたカフェもね、いろいろと頑張ってらっしゃるということを伺ってますので、よろしくお願いします。そう、カフェはブースが出ます、このリレーの。あ、そうなんですね。はい、どんなブースが出るんですかね。それはまだ。あ、内緒で。まだ、まあ、内緒というより未定ということで、これから考えるという、ね、非常にもう急作りな感じがしますけど、まあ、そうですか。じゃあ、塚本さんは、この、どっちかというと、京南地域で、こう、いろいろとこう広げるような、ね。そうですね。基本は、はい、地元で。はい。はい、ぜひぜひ、あの、時々は、あの、極楽食堂も寄って、いろんな、ちょっと世間話をまた聞かせてください。あ、ぜひぜひ、こちらこそ。はい。はい、もし、ちょっとこういう儲かる話があったら、ちょっと。あ、ちょっと、わかりました。はい。よろしくお願いします。クリキントン生食パン。クリキントン生食パン。クリキントン生食パン。あー！この秋は、焼きたてをぜひどうぞ。岐阜中津川、チコリ村。募金箱の置いてある場所ですね。置いてある場所がまだまだ大募集中なんですけれども、はいはいはい、今先ほどの野内さんの他に、はい、あの、さっきもちらっと話しました、中津川市付地町の稲屋さん、はい、稲屋さん、はいはい、それから岩村の、はい、ここは心アスナロ治療院さん。あ、そうそう、さっきチャットにね、参加してくださったね、はい、そうなんですね、はい、心アスナロさんのね、はい、こちらにも置いてありますので、はい、まだ募金箱がね、たくさんありますので、はい、うちにも置きたいなという方はぜひおっしゃっていただければすぐにお届けに行きますので。なな何遍も言いますけど、これ置いてもらってもいいですけどね。はい、あの、本当うちが募金してもらいたいなって。あの、ただあのコーヒーをね、さっき私宣言しましたので、アイスコーヒーについてはじゃあ、はい、はい、1杯300円で、はい、ぜひよろしく。1万人集まっていただいて300万円ということでね、はい、目標額がね、はい、お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。言ってみただけです、ね、いや、言わないとね、目標ないとそこに達しない、うん、それから、バッグが、2000円で、で1000円が寄付になるっていう、違いました、あれ、2000円寄付いただいて、うん、はい、バッグを差し上げる。そうすると2000円がまるまる寄付になる形、いくらが寄付になるか、原価を除いて。原価を除いてね。あれ結構原価高そうですね。まあ、まあ、それはともかくね。はい、でも、2000円じゃなくても大丈夫。2万円でも大丈夫ですので。寄付なんで。ご寄付なので。あ、バッグが、はいはい、2000円以上ということで。はい、一応2000円って書いてあるんですけど、ね。じゃあ、ね、ぎって買わないで。1980円ですけど、言わないで、ね。ですね、はい。2000円以上。はい、はい、20万円でも大丈夫でございますので、お待ちしております。はい、その言葉に騙された安藤さんが40個買ったそうですけど。安藤さんが喋りますよ。じゃあ、安藤さんがね、はい、続いて喋っていただきますのでね。それでは、安藤さんよろしく。じゃあ、安藤秀明さんとどうも。はい、先ほど、なんか、すごい大ボケかましてくれてありがとうございました。これ、お土産袋ですよ、はい、って言ったら、なんですよ、これは。これ何の袋なんですか、これは。ルミナリエバッグと言いまして、はい、こんな感じで当日、はいはい、夕方から点灯しますので、はい、皆さんぜひ見に来てください。あ、でも終わったら持ち帰ってもいいとか、そういう風じゃないダメってね。なんでお土産で持ち帰っちゃダメってことだね。そこだけはちょっと確認しておきたいと思います。いやー、安藤さん、
あの、ちょっと身近な話題になりますけど、はい、ちょっと、まあ、どこということはちょっと控えたいですけども、私のね、母ね、はい、まあ、3年ほど前、4年ほど前かな、はい、まあ、死んじゃいましたけど、死んじゃいましたけどって、まあ、老衰でね、じゃないですよ、それは。なんですけども、実はね、何年か前に、亡くなるね、2年ぐらい前かな、乳がん、はい、もう80代も半ばでですよ、お医者さんも、まあ、切らなくてもいいけど、このままにしておくと、ちょっとぐじゅぐじゅしてきたり、いろいろね、もし90、100までね、引きずるとあれだから切っちゃいましょうって言って、まあ、そんで綺麗にね、これは言ってみましょう、恵那病院で、ね、その時の院長先生がね、本当にいい風に手術してくださって、ありがたかったんですけど、はい、これ見つけてくださった方がね、これ、がん検診とか、定期検診じゃなくてね、まあ、施設、グループホームに入ったんですよ。はい、そこの方が、スタッフの方がね、入浴介助してて、はい、で、ちょっと体洗っててくれて、あれ、なんかしっこりがちょっとあるかもしれないよって言って、それで、ちょっと見てもらった方がいいよって言って、で、まあ、定期検診の時にね、病院連れて見てもらったら、ああ、乳がんですねって言って、ただ、本当、まだ全然で、ほっといても大丈夫かもしれないけど、切っちゃいましょうよみたいなね、話だったんですよ。早期発見だったんですね。うん、つまり、それをお医者さんでなくてね、うん、あるいは看護師のことじゃなくて、そう、福祉施設のね、はい、そう、介護員が。そう、介護してくださってる方がね、見つけてくださったというね、それは本当に感謝してますよ。すごいですね。ね、めっちゃいい施設ですよ。うん、ね、私だったら見つけれないと思いますけどね、多分。あかんじゃないですか。そんなこと胸張って言わんでもらいたいですけどね。ポンコツなんで、いやいやいや、折り曲げちゃうぐらいですからね。ねえ、そういうね、そういうね、でもそういうことってありますよね。すごいですね。とか、これもね、まあ、あまりね、占いみたいな話になっちゃいけませんけど、顔色見てね、あ、ちょっと最近顔色悪いよとかね、なんかちょっと大丈夫とかって声かけて、この地域でね、はい、ほんでやっぱり病院行ったら、やっぱりちょっと病気が見つかったとかね、まあ、がんが見つかったとまで言わないけど、そういうことってやっぱあるんですよね、はい、やっぱ地域の人の中でやっぱりお互いにこう声かけ合ってっていうところで、その一つとしてやっぱり例えばがんの手術されたってねいう方いらっしゃいますよ、私の周りにも、はい、でもあんまりそういう人隠さないですよね。あ、俺今なんかこうなんとかつけとるよとかね、あれ何でしたっけ、パウチ、うん、そうそう、はいはい、うん、これ大変だとか言ってね、言ってみる方もいらっしゃいますけど、うん、でも、ね、大変だねっていうのもあれだけど、なんかそういう理解っていうかね、うん、何が大変なのかとか、あれどういうふうな、例えばことが広がるといいのかとか、あるいは、例えばトイレ一つにしてもね、例えばこれからの地域でね、例えば公衆トイレにしてもそうだし、お店とか、まあ、いろんな場所のトイレ一つ作るにも、はい、うん、そういうね、まあ、多分腸とかね、関係の方がにかかると、そういうね、これつけてね、はい、そういうことになりますよね、はい。だからそういうことに対しての理解って必要だと思うんですよ。安藤さん、なんかこの地域で、なんかこうエピソードとか、がんにかかわる何か、うん、お話とか、そうですね。がん、まあ、がん、がんでね。うん、そもそも、このリレー・フォー・ライフに、うん、参加させて、いただいまあ、実行委員として参加させていただいたのは、それこそ先ほど登場した近松君から声をかけていただいて、はい、さ、こんなんがあるんですけど、やりませんかみたいな話で、うん、で、まあ、和州先生もいます、和州先生が実行委員長でっていう話をいただいて、もう2つ、あ、和州先生が見えるんやったら、なんか力になりたいですっていうところで、ちょっと参加させていただいたんですけども、そもそもその前に、多分がんイコール安藤っていうのは、近松くんがそれこそ保険の仕事をやってた時に、私が9年前ですかね、9年、なんか安藤さん、そういえばがんでやばいんじゃないって話ありましたよね。あ、そうそうそう、ありましたよね、そういえば、はいはい、今めっちゃ元気ですけど、まあ、顔が黒いぐらいで
ねえ、うん、どうなんですか、その後の経過はどうなんですか。そうなんですよ。それで、うん、まあ今も絶好調なんですけども、はい、9年前に会社の健康診断で 3.8 センチの腫瘍が、はい、心臓じゃなくて肺ですね、肺にあるよって言われて、はい、肺ってしゃれてる場合じゃないですもんね。本当冗談だけどね。肺に、はい、それで。で、もう、その時は本当に、私本当にアホなんで、そのがんの知識とかも全くなくて、まあ、その時も、まあ、例えば、まあ、介護の仕事してたんで、利用者さんやそのご家族ががんになった時なんかも、そうですか、大変ですねって言ってたんですけど、いざ自分ががんになった時の本当ショックは、もう死ぬんだと思いましたね。今でも思い出すんですけど、まだ息子が何歳ぐらいですかね、小学校3年生ぐらいの時に一緒に風呂入って、うん、その時に息子に、父ちゃん、がんになっちゃったで、もしかしたら死ぬかもしれんよって言ったら、息子が寂しそうな顔をしてたんですけども、うん、まあ、それで、まあ、それこそ超健康体ですので、もともと、アホなんで風邪もいかんぐらいの感じだったんですけど、うんうん、いきなりがんかと思って言われた時は、結局、がんになって いろんなことを学んだんですけども、うん、ショックなこととか嬉しかったこととか悲しいことがいっぱいあって、まあ、例えばですね、ショックなことといえば、まあ、結構人の噂話って広がるもので、はい、がんに、安藤さんがんだったよって。いや、噂っていうか自分で言ってたじゃないですか。私1週間落ち込んだんですよ。すっごい落ち込んで、1週間ぐらいだったら、まあいっかっつって、はい、もう、まあ、最悪死ぬだけやなってぐらいの感じで、うん、もう40、その時46、7歳で、はい、まあ、そんだけ生かしてもらったんやし、なんかいっかって、ちょっと諦めがついてまして、で、まあ、でも噂広がったり自分でも言ったりして隠さんでもいいかなって時に結構なんていうんですかね、いろんな反応があったんですよ。例えば、無事度がんになったんですよって言った時に、あ、そうなのって言う人もいて、そんだけってなんか期待しちゃうんですよね。大丈夫っていうのをちょっと期待しちゃってる自分がいたり、もう全く本当に、あ、そうなんだ、へえっていう人もいたり、すごい親身になって、じゃあ、がんのいい先生いるんで紹介しましょうかっていう人もいたり、うんうん、すごくなんかこのがんに効く飲み物を届けてくださったり、うんはいはい、で、なんか、私も、まあ、当然仕事とかいろんなことやってるんで、そのお手伝いをしに来てくれた人がいたり、うん、もう本当にその時の温かい言葉とか行動にすごく感激をしまして、うん、まあ、さっき言いましたように私は健康体なんで、今までがんですよって言われたことに対して、まあ心では、あ、まあ口では、うん、あ、そうなんですか、大変ですねって言ってたんですけど、全然気持ちは入ってなかったんですけど、なんかそのがん宣告を受けてからは、うん、本当に心から、あ、本当に辛いですねっていうような言葉が出せるようになったかなとは思いましたね。それで、まあ、結局そのなんか特別な言葉は別に期待しないんですけど、悲しいですねとか、うん、辛いですねって言ってもらうだけでも、なんとなく、なんていうんですかね、気持ちが落ち着くというか、うん、なんか、あ、分かってくれたんかなっていうようなところはありましたね。でも結局ですね、が、うん、になりました。いろんな手術をして、健康こうだったんで本当分かんなかったんですよ。 CT 撮るのにもお金が、
支払いの時に1万5000円とか毎回毎回すごいお金がかかったりして、あ、もう不安でしたね。子供も3人いたし、このままずっとこんな検査するためにこんだけお金かかるんだとか、手術とかしたらどうなっちゃうんだろうなっていう心配も、まあ体のこともまあ心配ですけど、経済的なことも心配でしたね。で、まあ、がん保険も確か入ってなかった。それで、近松君が保険やってたんで、相談もしたと思うんですけど、なんか、保険とかも入ってなかったんで、なんか、その不安がすごくありましたね。で、結局、いろんなことを、まあ、がんで、まあ、一緒に、妻と一緒に、いろいろ、妻がいっぱい調べてくれて、私も一緒にがんについていろいろ調べたら、もう星の数ほどいろいろ治療法ってあるんですね。まあ当然抗がん剤治療とか手術とかあるんですけど、他にもなんか怪しげなやつとか、がんに効く食べ物はこうだとか、いろんな情報があって、でな何を選んだらいいかよくわからないですし、混乱しちゃうし、でもなんとなく自分にお金がもうない、そんなないんで、お金のかからない、あ、これはいいなっていうものをいくつか2つ3つ実践、ちょっと1ヶ月か2ヶ月ぐらい実践したら、実践して いよいよ受診をして、手術日も決めて、うん、さあ手術の1週間前ですかね、うん、受診したら、うん、あ、また CT を取ったんですね。最終的にじゃあ CT 取りましょうかって言ったら、うん、がんが 3.8 センチだったのがちょっと 3.5 ぐらいですかね、なんかちょっとちっちゃくなったんですね、うん、で先生が、あれ、うん、あれっておかしいなって言って、なんでこんなちっちゃくなったのかなって言って、で先生が悩んで見えて、あ、もしかしてこれもうちょっとちっちゃくなるかなって、うん、先生に無理言って、先生あと1ヶ月ちょっと伸ばしてもらってもいいですかって言った時に、先生は、いやーでもさ心配じゃないです、1ヶ月伸ばすのもつって、それ切った方がいいと思いますよつって、まあ先生切るとどうなるんですつって、肺のまあ半分、上半分でしたかね、なんか切ると、うん、まあ、日常生活は問題ないですけど、うん、まあ、走ったり山登りした時にやっぱり その時は健常者のような、うん、あ、要は息苦しさが出たり、うん、多少支障がありますけど、まあそんな日常生活問題ないんで、まあ、切っちゃった方が安心やないですって言われて、うん、いやでもなんか体にメスも入れたことないで怖い、ビビリなんで怖いんで、ちょっと先生もう1ヶ月ちょっと様子見ますって言って、うん、まあ、安藤流というか、私が信じてきたものを3つぐらいのことをまた1ヶ月やり続けて、うん、そしたらまたまた1週間、手術の1週間前にCT とまたちっちゃくなってて、うん、あ、これはいけると思って、もう手術やめたって、絶対もっとちっちゃくできるなっていう自信が、なんか根拠のない自信が出まして、うん、もう、あ、先生、手術やめていいですかねって言って、だから先生も、ほら、さん、ちょっと切った方がいいですよって言って、うん、まあ、まあ、確かにそうかもしれないですけど、やっぱり、いや、やめます、切るのって言って、思い切って、やめたんですね。その時は、もう、なんていうんですかね、まあそれこそ根拠のない自信なんですけど、まあ自分の体、自分の人生やし、まあ自分が決めたことなんで、仮にこのまま、まあがんが本当にまた再発というか、また小さくなり始めたのが大きくなっても、まあいい、まあ自分で決めたことだしいいかって思って、まあ仮に、まあそこで例えばですよ、余命あと3ヶ月だよっていう時に、あ、3ヶ月生きれるんやったら、今まで出会った人にいろいろ感謝をする、
期間もできて、いろんな日本全国に友達がいたりお世話になった人がいるんで、そこの旅でもしてお礼を言いに行ったらどうかなっていうようなことを考えて、結局その3ヶ月後にまたそこそ健康診断、会社の健康診断でレントゲン取ったら全く何もなくなってて、がんがなくなった、がんがなくなってて、うちの妻はがんもどきだったんじゃないって言ってがんもどき、ただね、ここで一つちょっと皆さんに誤解のないようにお伝えしないといけないのは、だからといって安藤さんが、まあ、実践されたことが万人に聞くわけじゃないというかね、だから安藤さんにどういうふうにしましたかって個人的に聞かれるのはいいですけども、だからといってそれを実践したらがんが消えるとか治るとかいうことではないことだけはちょっと、ね、そうですね、はいはい、まあがんもどきだったかもしれないし、それは分かんないですけど、はい、ね、でもがんが消えちゃいましたって話ね、僕も聞いた覚えがあって、それで僕もがんもどきって言葉出ませんでしたけど、なんか違うなんか違う影が映ったんじゃないぐらいに思ったんだけど、がんだったんですね。がんちょっと、組織とだったんですかって言われたら、がんもどきだった。組織とか取らなかったの、あ、取ったんですけど、うん、そこでもよく分からずに、うん、それでペット CT というやつで、はいはい、ブドウ糖を注入して、がん細胞ってブドウ糖が好きみたいで、うん、そのがん細胞にブドウ糖がぎゅっと、はい、集まるということで、はい、で、お医者さんに今何言われたのは、もう、安藤さん、もうびっくり返すよ、安藤さんのこの外産。がん細胞の頃真っ赤っかというかピカピカになってますよって、そんだけ生きのいい細胞なんですよって、がん細胞が、うん、ほら早く切らんと やばいですよっていうような感じで、うん、脅されたというか、まあ事実なんですけど、うとはいえ、まあ、でもあれですか、いろいろあるじゃないですか、根治、本当に根本的に治る場合もあるし、僕も医学用語はあまりよくわかりませんけど、寛解とかね。寛解。あるじゃない、ありますよね。まあ、とりあえずは、まあ、今はいいけど、みたいなね、完全に、完治したとか、根治したという状態ではないけど、まあ、まあまあ、はい、っていう、その後どうですか、何年か経って、病院とかいろんなことは、今は。絶好、あ、健康診断ね、この間、はい、去年の健康診断でショックだったのは、はい、難聴ですよっていう、まあ難聴、まあ老化ですよ、ね、地味にショックでしたけど、あ、そうですか、難聴は、うん、がもう肺はもう全然綺麗みたいで、まあ安藤さんの場合ね、あまり人の話聞いてませんから、まあ、あんまり難聴関係ないと思うんですけど、ね、そうですか、まあ、で、はい、あ、そうそう、皆さん、はい、皆さんっていうか、はい、私が癌、癌だって言われた時に、まあ、真っ先に妻に伝えたんですね。はい、すごい心配してくれてたんで、うん、朝ちょっと病院行ってくるねって言って、癌だったら教えてねって言って、で、まあ、ある病院に行って、その先生が、びっくりするぐらいあっさり、安藤さん、癌ですよって言って、さらっと言われて、うん、もうちょっとがんのテレビとかでドラマとかしか知らないんで、もうちょっと身構えるというか、はい、ご家族呼びませんかとか、いろいろもうちょっと
下準備して発表するかなと思ったんですけど、全然そのものは、まあ、安藤さん風邪ですよぐらいの感じで、安藤さんがんですねって、3.8 センチですよっていう感じで、あ、こんなあっさり言うんやと思って。いわゆるがんの告知ですよね。あ、うん、あ、今の時代はこうなんだなって思って、まあ、それを、まあ、妻にとメールだったんですか、電話、あ、電話ですかね、今ちょっと受診して、やっぱがんになった、がんだったみたいって言った時は、まあ、妻が、一緒、一言、あ、そっか、じゃあ一緒にちょっと頑張ろうって、言ってくださって、うん、で、まあなんかいろいろ食事なんかもすごい気を使ってくれたのが、うん、もう、あ、こう、まあなんていうんですかね、その時の自分の気持ちに寄り添ってくれたってことがすごい嬉しくて、うん、あ、まあ、もし、まあ、仮にですよ、妻ががんになったら同じように、うん、恩返しじゃないですけど、うん、とことん、寄り添って、いきたいなっていうことはその時に思いましたね、うん、そこで妻が「あ、そうなの？」っつって、あっさりしてたら、うん、ちょっと悲しかったかなって思うんですけど。ね、すごくなんか、あ、言葉ってがんだって聞いた時の言葉って大事やなって思いました。表情とか、うん、あ、なんか一生もんやなと思いましたね。良くも悪くも、あっさりした人の表、あっさり、あ、そうなんだ、がんなんだって言った人の表情も覚えてますし、その時の、まあでも逆に言ったらね、がんがそのもう個人人生終わりじゃないっていうか、ああ切ればいいんじゃないとか、あれば治せばいいんじゃないとかね、はいはい、うん、なんとなくこうかつてのようなね、はい、うん、かなり昔のようなもうがんになっちゃったらもう本当人間死んじゃうみたいなところじゃないところまで今来てると思うので、はいはいはい、だからまあね、いろんな捉え方はあると思うし、ただしがんになってみた本人にしてみると周りのリアクションっていうのはちょっとやっぱりちょっと大事かなというか、その人の気持ちに寄り添うというか、そういうことなんでしょうね。そう、タイミングにもよると思うんですけど、うん、それがもうちょっと時が経過した時の、うん、まあ、発表での反応だったんですけど、反応と告知された本当に1週間2週間3週間、まあちょっと繊細というかナイーブになってる時期の反応は多分違うとは思うんですけど、安藤さんナイーブな時あるんですね。1週間だけ1週間だけナイーブでした。本当、あ、もう死ぬんだと思って、いろんな人の顔が思い浮かんだり。そうですか。いや、僕もなんか聞いた覚えあるけど、僕も割と冷たく、あ、そうぐらいな感じだったような気がするんです。そうだったかな。すいません。いやいや、僕の場合やったら、早く切っちゃえよ。切っちゃうのは、もう早い、もう今日切りぐらいそれぐらいな感じで僕は言うと思うんですけど。あ、本当にそうなんです。うん、その病院に行って、うん、じゃあ、それ確か12月だったんです。ね、12月に病院に行って、もともと診断してくださった病院から、紹介してくださった病院に行って、12月で、安藤さん、がん、じゃあ、肺がんやもんで、じゃあ、手術しましょうって、手術日は2月ですって、2ヶ月後ですって言われた時は、うん、それ絶対にもうね。そんなもんっていうような、もう12月だったらもう年越さずにもう年内に、せめて、まあ、年末年始は言わんすけど、正月明けぐらいなんとかならんですかねって言ったんですけど、ね、いや今混み合ってましてねっつって、でもその、まあ、コンドルの病院の事情で私の事情はどう、まあでもしょうがないかって気持ちでしたね、うん、まあその後の顛末はいろいろね、まあ、ちょっとがんがずめ小さくなったっていうので、はい、でも一番最初 その12月の時やっぱり大変ね、そうです、早く切ってよみたいな、ね、あ、本当に本当に切る人なんかあったら自分で切るわみたいな、ね、それぐらいの感じですよね。あ、本当にそうですね、近くの魚屋ぐらいとかに行って来てもらうぐらいの、まあ、それはどうかと思いますけど、ね、ところがね、僕はね本当に大事な友人というか、まあ先輩というかね、長野県のね、原村って言って、八ヶ岳のふもとに住んでて、木のね、オカリナのようなコカリナっていうね、はい、吹く楽器をね作ってた
人がいて、でフォークシンガーミュージシャンで、その人ね舌がんになっちゃったんですよね、はい、うん、でその人ね、まあ、宗教上もね、まあ、亡くなっちゃった人の話だけど、キリスト教でね、であんまり自分の体に、ね、もうあんまりミス入れたくないんで、それ聞いた時に舌がんになった時ね、はい、いやもうすぐ、それもすぐ切っちゃえばいいじゃん、もう切れば治るでしょって言ったら、あ治るって言われました、治るっていうかね、切ればそこはね、ただね舌がんって偉いでしょ、そうすると喋りにくくなる、歌いにくくなるって言われて、はいはいはい、僕はそれちょっと嫌だから手術しないよ、人生選びますって言われて、うん、いやいや切らないとダメよ死んじゃうよって、やっぱりお医者さんの言った通りに3年ぐらいでやっぱり亡くなっちゃった、まだ若かったし、なんで手術ないのかなと思ったんだけど、ただ自分だったらね、きっともう今日でも本当さっきの話、今日でも明日でも切ってよみたいな話になっちゃうけど、それがたとえどこでも、うん、なんだけどその人にとっては、やっぱりがんを切るよりも、切らずに自分がやりたいことをちゃんと、なんていうかな、全うして人生を送りたいっていうね、はい、まあ、そういう選択だったのかなと思って、時々その人のことを思い出すし、その人が作った笛をね、時々僕はコンサートで吹くので、そうリレーフォーライフジャパンエナには今回呼んでいただけませんでしたけど、あまあそれいいんですけど何を言ってるんでしょう、はい、なんか飛び入りで、いや飛び入りもしますサプライズで、どうですか、いや呼ばれないところには行きませんのでそうお邪魔なので、そう何かの形でねまた協力できることあったらと思うんですが、なんか本当にそれぞれね、人生いろいろな選択があるので、そうです、何がいいか悪いかなんて正解はないんで、うん、それこそ抗がん剤治療しないっていうのも本当に、うん、まあ結局抗がん剤治療、まあ今医学が進歩して、うん、なるべくいろんな細胞、元気な細胞も戦うようにしてるんですけど、うん、やっぱり副作用とか、うん、そういう体力が落ちたりっていうこともまああると思うんです、うん、それで体力をおっしゃって元も子もなくそのまま行ってしまうという人もいると思うんで、おいろいろとチャットも入ってまして、あクリエイトセブンさんありがとうございます、ね、がん検診に行ってるというね、はい、毎年まめよせ楽しい暮らし、ちょっとホットタイム。皆さんこんにちは。の相談所花花の安藤です。この番組は一般社団法人エナ健康生活支援隊の YouTube 公式チャンネルでもご覧いただけます。また放送日の週の木曜日午前10時からもただいまご覧のチャンネルで再放送をお送りいたします。ちょっとホットタイム。この番組はサラダコスモ、チコリムラ、その他ご覧の各社の提供でお送りいたしました。